こちらの動画はですね、日本代表対エルサルバドル代表、TBS の中継で解説を担当しましたけども、こちらのですね、試合の中で、僕は日本代表のサッカーについて気になったこと、2つ、攻撃と守備1つずつあったので、そちらを、コパアメリカは違うメンバーとはいえ、やっとすると、3-4-2-1で入ってくんじゃないかという予想もあるので、先日の試合の中で気になったところを紹介してみたいと思います。で、先日の中継は、地上波ですから、そこまで相手チームの情報だったり、両チームのベースのフォーメーションで、フォーメーション同士の噛み合わせ、その中での例えば守備だったら、奪いに行く守備と構える守備っていうところの情報は、出せなかったので、特にその相手チームの情報を出せない中での中継っていうのを、先日も行う形になりましたから、これはあの地上波なんで、当たり前のことなんですけども、こちらの動画はもう少し、前情報を与えた中で話をしたいんで、ちょっとエルサルバドル代表の方から、紹介しながら話を進めたいと思います。で、彼らは 4-1-4-1 で、攻撃面のコンセプトでいうと、簡単に長いボールを、蹴らない、で、蹴っても、そこまでこう強靭なフィジカルを持っている選手が前線にいないということもあるんですけど、キーパーも含めて後ろからしっかりつなぎながら、しっかりトライアングル作って、その中で、パス交換をして、この中盤の3人は少しこう、時に2枚気味になったり、くるくる動きながらしっかりボールを、隠れずにボールを受け取ってつないでいく、その中で全体が入っていく、入った時に外側の中盤の選手ウィンガーじゃないんで、今日内に入ったり、張ったところにサイドバックが内側から出てくっていうところはありましたけども、この試合ではそこまでエルサルバドルの方が攻撃面で今紹介した話を、作る場面はなかったと。で、それを日本は作らせなかったそれぐらい力の差があったという試合だと思います。で、2つ目は守備の方で、彼らのコンセプトは基本的にこのゾーン1でのプレッシングはありません。ゾーン3ですね。日本のゾーン1のところまで出てきて、プレッシングすることはないと。で、ゾーン2から後ろのところに 4-1-4-1 で立って、最後のスペースもそこまで空けることなく、スペースを埋める感じですかね。ゾーンで埋めながら入ってくるボールを引っ掛ける、だ自分たちでアクションを起こして1列前に出て1列前に出るっていう、縦だったり横のスライドを使いながら積極的にボールを奪いに来ることはないチームだと。で、そこの反応紹介はしたので、で、基本的にエルサルバドルは奪ってからのカウンターが一つ目の、守備から攻撃の選択肢で、ここも、時折ちょっとそれに入りそうだなって場面はあったんですけど、そのままやばいっていうところまで日本が作られることはなかった、そういう試合だったと思います。それでは気になった一つ目、日本の攻撃ですね。この試合は永井がワントップ、大迫じゃなくて永井、タイプが違います。僕が中継の中で言ったのは、後ろ向きで待ってボールを収めてっていうのが得意なタイプじゃないと、戦いにはスピードがあるのでと。で、その中で最終ラインを押し下げる役割を彼がするんじゃないか、飛び出して動きをしていくだろうと。ということは、押し下げた手前の空間が空くはずなので、もちろんサイドバックとセンターバックの間のスペース、チャンネル、もしくはハーフスペースってところをシャドウが狙う、もしくはそこからアンカーの脇のところを取ると。で、基本的に日本は後ろ側かなり数的優位な状況 で、そこに対して少しウィングバックは高めの位置を取ると。で、基本的にエルサルバドルが出てこなかったんで、ある程度のところまでは、日本はボールが運べましたよね。庄司から畑中、庄司から富安、で、この庄司からっていうボールに対して相手が1枚出してくるっていうことも、一度もなかったですから、ボールの移動中に1枚出されて、捕まえる、もしくは横にずれるっていうことも相手はなかったですから、ある程度のところまでは日本は落ち着いてボールが運べたと。その中で、先制点が決まった時は、伊東純也少し内側入って、ここに永井が、飛び出すっていうところで冨安から、背後のボールが出ましたし、2点目も畑中から内側から出た原口のところにボールが出て永井が両方決めたと。
まあ、後ろから、まあ、フリーなのである程度のところまでは運べた後ろの選手から、まあ、背後のところに走った選手にボールが出て、まあ、ゴールが決まったという意味では、非常に良かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、だんだん先制点を奪われた後はエルサルバドルもボールがやっぱり、まあ、取れないので、まあ、どんどん下がると。で、下がっていった時に僕がちょっと気になったのは、まあ、ハーフタイムにツイッターのところで、まあ、2点つぶやくとかツイートした時に、まあ、一つこう特に伊東純也の方が、まあ、もったいないなと。で、もったいないなっていう理由は、彼のところにシンプルにボールを持っていくと、まあ、そこから明確に周りクロス、ドリブルから突破クロス、もちろんそこから裏抜けっていうのが作れそうだなという、感じを受けてました。で、日本はもう相手が基本的に下がった時に、まあ、中盤の2人も前が向ける状況で、まあ、敵陣でもボールが持ててましたから、それぐらい相手はもう奪う方法論を持ってなかったと思うので、まあ、逆に言うとどこでもボールが出せると。で、どこでもボールが出せるので、どちらかというとボールが真ん中の狭いところに、まあ、早く、くさびのボールを入れていくっていうところが、ありましたけども、まあ、そこで引っかかってしまって、そのまま奪いに行くんですけど、ワンツーで真ん中から、ちょっと運ばれるという場面もありましたし、相手はある程度押し込んだ時に何を心がけるべきなのかと。もちろん押し込む前に考えることはもちろん長い軍いるので背後なんでしょうし、もしくはこの中盤のラインの背後ですね、背後のところで、まあ、いわゆるこのシャドウ、まあ、トップもそうなのかもしれない。で、こうなった時に気になったのはやっぱりシャドウの選手が出てきてしまうとですね、ブロックから外側に出てきてしまうので、まあ、パスルートにかぶるっていう言い方も言えますし、まあ、いてくれた方が相手は閉じる、もしくは閉じなければここに入るので、そうするともう一気に、まあ、センターバックのところを攻撃することができるんじゃないかと。で、もちろんこう入ったボールに対して外側にも 3-4-2-1 の場合は必ずラインを踏んでる選手が、まあ、2人いるので、そこに対して真ん中が3枚もしくはもう1枚入っていくっていうことで、まあ、厚みは出せると思うんですが、少しやっぱり気になったのは、まあ、シャドウの選手がやっぱり出てきてしまうってことですかね。で、ここが出てきてしまった結果、まあ、ストライカーのところはもちろん孤立しますし、まあ、ボールが入らないので、まあ、保持するところはまだ行くんですけど、せっかくこう相手がハーフラインまではフリーでボールを運ばせてくれているんですけど、そこからなかなかボールホルダーがフリーにもかかわらず効果的なボールが入りきらないなという感じは、受けました。で、序盤はもう少し相手を前でできてたので、その出てきてくる間に対して結構大きめのサイドチェンジで伊東純也が、ドリブルで突破したりっていうところはあったんですけど、まあ、下がった時にライン間には確かにスペースはそんなにないんですけども、逆にそこに人を置いとくことで相手がまあ、絞ってくれて外が空くっていうところもあるんでしょうし、また後ろからやっぱり出てく選手が、まあ、この試合は特に冨安の方は意識をして少し内側から運ぶっていうところを意識してましたから、この時にやっぱり今後2人とも外に来てしまうと、まあ、ここには人がいませんので、仮にボールが入ってもサポートは足らないですし、まあ、出てきたものに対して中盤の真ん中が入るっていうのもちょっと奪われた後のことを考えると、バランスはいいとは言えないので、もう少しやっぱりここで、まあ、我慢して待つっていうことが必要かなというところを、まあ、個人的には感じました。で、もし仮に、まあ、入れ替わるんだとすると、まあ、ボールが例えばこう移動してくるときに、まあ、あとは中盤のここの真ん中の2人がどこで関わるかによりますけど、まあ、持ち運ぶっていうことになればカバーすると思うんで、そこは橋本はカバーの意識は高かったので、まあ、僕はそれでよかったかなと思いますけど、あらかじめ高い位置を取っておいたときに、まあ、このサイドバックの選手がこの伊東純也の動きについていった時に、俺は堂安がそこのタイミングで外側に出てくるっていうのは、入れ替わる形でフリーマンを作るっていうのは、まあ、これはありなのかなと思って見させてもらったんですけど、まあ、十分フリーでこうパスルートを消えないところに立てているんですけど、そこに出てきてしまうとやっぱりこう消してしまう感じになるん で、もしくはまあ、冨安が外側から出てくる可能性もこれから出てくるでしょうから、その時にやっぱり内側に人を置いておかないと、
みんな外に出てきてしまうとバランスが非常に悪いと思うので、まあ、富安が運べば必ず相手は出てきますから、その時に出してあげて寄ってくればワンツー、寄せ方によっては背後、ここは初戦のトリニダード・トバゴ戦でも少し足らないアクションかなっていうところは感じてたの で、そこに対してもちろん 1-2、まあ、もう1枚外からっていう形で得点を狙うことは十分可能なのかなというところ、その、まあ、こちらの位置取りのところを少し感じたのと、あとはこれはやっぱり考え方次第だとは思ったんですけど、まあ、中盤の真ん中のところで、まあ、小林と、橋本彼らのところで十分余裕を持って顔を上げてボールが持てるときに、まあ、時にですけどね、逆に内側にこう入ってくれてたときにシンプルに早くここにまで持ってくるっていう 1-2 もうツータッチで速いボールをここに渡して、伊藤純也のところに例えば渡してあげるっていうところが、まあ、僕はあってもよかったのかなと。で、攻撃の局面で大事にしてることっていうのはチームによって多少違うとはいえ、まあ、直結でゴールまでたどり着けるのであれば1本のボールでもいいと思いますし、ただやっぱりこのゾーン3アタッキングサードでいかにフリーな選手を作ることができるかっていうところが重要になると思いますから、まあ、幅を取ってる選手が基本的にはサイドバックじゃなくてサイドアタッカーで、スピードがある、ドリブルができるで、内側に、まあ、得点力があって、まあ、怖さのあるシャドウがいると、そうすると相手がそのアプローチをかけない状況で待つとなるとどうしても絞らざるを得ないと思って、であればアタッキングサードで明確にフリーになれる選手を、まあ、シンプルに使ってあげてもいいかなと。でシンプルに使わないで持って切り返して、そこからもう一度運んで冨安に出して伊藤純也っていうのが、前半の中盤以降にもちょっとありましたし、すごくわかるんですけど、まあ、狭いところに縦パスを入れようとして引っかかって、まあ、ここから奪いに行くんですけどワンツーで剥がされてちょっと嫌だなっていう場面もありましたから、相手が出てこないで、ボールホルダーに対してもそこまでプレッシャーをかけなかったっていうところが、逆に言うといろんな選択肢が持てた中で、一番ゴールに直結するんだけど難しいところ、相手からするとそちらに出してもらった方がありがたいなっていうところに、少し入れ込んでしまう形の攻撃が気になったなと。伊藤純也の立ち方に対しては僕は、非常に効果的だったかなとは感じました。冨安がボールを持った時に、まあ、遠い面のサイドバックに対してチェックの動きを入れて飛び出すっていう、これボール出てこなかったわけ、前半の序盤にもあったんですけど、こういうところもできてましたし、まあ、守備面で、まあ後で守備の話はするんですけど、そころも、縦のスプリントでアプローチっていうところは効果的だったなと。あとはまあ左のは畑中、そこまでこう大胆に攻撃参加はしなかったんですけど、まあ、彼も2点目のアシストはしてますし、まあ、後ろの3枚が、自信を持ってボールを持って蹴ることができるんで、であればもう少ししっかり幅を取って、もしくはそこから一発で背後、まあ、前半の序盤にはありましたけど、だん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 こう中に入ってきてっていうところはちょっと気になりましたかね僕は。相手の中に入ってその中で、仕掛けてゴールまでっていう考え方ももちろんあると思いますけども、まあ、あとは森保監督がどういうことを各ポジションに要求してるのかなっていうところが、まあ、重要にはなると思うので、まあ、この試合は長いでしたから、まあ、押し下げる、もしくはスペースに走る、で起点が作れたら早くサポートするか、まあ、得点は彼個人で決めてくれましたけど、まあ、早くサポートしてあげて速いボールを入れ込むっていうところでもいいんでしょうし、まあ、あとは相手のどこの選手が出てくるのかっていうところで、まあ、中盤のこの2枚のところでトントンで入れられる場面があれば、まあ、1本逆に南野と長が入れ替わったところでそういう場面はありましたけど、だからもう少しその相手のこの、いや見てる方向矢印を、もしくはポジションをずらしながら空間作るんだったら、もしくは出てくところをうまく使って数的優位を作ってあげたり、まあ、薄いところからまたスペースに走らせてちょうど1点目みたいな形をもっと作れたんじゃないかなという感じは個人的には、受けました。次は守備ですね。で守備面では、まあ、基本的に大きな問題には現象としてはなりきってはないと思ったんですけども、まあ、日本は 3-4-2-1 で相手が 4-1-4-1 ですから、まあ、この組み合わせの中で日本は、この試合においては結構奪いにはいったんじゃないかなと。その奪いに行く時の守備を見た時にちょっと気になったところがあったんで、
それはちょっと紹介させてもらおうかなと思います。で相手は、一番後ろの列が4人で、なおかつ、ここにちょっとフリーになるアンカーがいると。で日本はやっぱり後ろが少し重いですから、これ見てた通り。でこの中でボールを奪いに行くときに、まあ、日本がどういうふうにやったのかなというところなんですけど、今インタビューもできてませんし、まあ試合は振り返りでもう一回見ましたけど、まあ、おそらく永井をアンカーを見させて、堂安と南野をセンターバックの方に出して、そのとここが同数になりますから、あとは4バックのチームが、まあ、3-4-2 とか5-4-1のチームとプレーするときに、まずフリーな選手が確実に作れるのはここだと思うので、サイドバックのところですね。でサイドバックのところにボールを入れたときに、相手が出てきた次のスペースを取っていくとか、まあ、サイドを変えていくとかということを考えると思うんですけど、まあ、エルサルバドルに関しては基本的に長いボールを使わないチームなの で僕も今回3月のジャマイカ、ペルー、それから6月のハイチ、3試合見て、中継入りましたけど、まあ、中盤にボールが入ってから、サイドチェンジっていうのは、まあ、この試合でもありましたけど、サイドバックから大きな展開っていうのはそこまでなかったん で彼らの場合はやっぱりボールに対してはきちんとサポートを常に、2つは最低、まあ、例えばトライアングル作りながら、まあ、テンポよくボールを動かして敵陣にまで入っていくと。入った時にサイドハーフとサイドバックの連携で幅を取ったところにサイドバックが入っていくか、入ったところに出ていくかっていうのが僕はすごく上手だなと、まあ、僕が見た3試合の中では、感じました。だから彼らはそこにはきちんと後ろからボールを保持しながら入っていくっていうことをコンセプトに掲げてるんで、日本からするとプレッシャーかけやすかったと思うんですけど、でおそらく前半はこの形で日本が入った時に、僕はまあちょっと気になったのは、まあ、シャドウのところの、まあ、ポジショニングと、あとは、まあ、距離が遠いんですけど、こうスプリントで寄せれた時にここが間に合わないっていう。序盤にですね、一回伊東純也がサイドバックの前でインターセプトしてって時は、もうセンターバックがボール持った時に堂安がかなり近くまで寄せたんですね。だから迷いなくもう伊東純也前出たんで、ここでカツンと取れたんですけど、基本的に少しゾーンの切れ目あたりに構えたところから、まあ、いつも出る形を取ってたと思うので、まあ、ボールの移動中にもう少し寄せられると違うのかもしれないなと思って見てたんですけど、ちょっとここがですね、すごくエネルギーは使って寄せるんですけど、やっぱボールをもう受け取ってから寄せていくので、まあ、いろんなことができうる状況でボールを持っているところに前の1枚が出てくるんですけど、その時どれぐらい確信を持ってウィングバックがスタート切れたのかなっていうところが、結果的に遅れてワンツーで剥がされるとか、でそこからちょっと逆まで展開されるっていうところが最後のところまで行ってないんですけど、僕はそこが気になりました。で基本的に自分たちが何かしないと高い位置でボールを奪うときに、まあ、基準点っていうんですかね、周りの選手にアプローチ行くからついてこいよっていう、いわゆるスイッチっていう言い方にもなるんですけど、それをこうやっぱ入れることができないと思うので、でおそらく永井に下がってもらってアンカーのところを少し見させてシャドウを出したと思うんですけど、やっぱボールをコントロールして顔を上げたときにそこから寄せていっても、やっぱどれぐらいボールコントロールするまでに寄せられるかで、次のパスのやっぱりこうコースっていうのはもし、まあ、扇状に広がる部分が変わってくると思うので、もう確実にここにしか出ないよとか、そこまで寄せられるともう少し多分早くこのサイドハーフを捨ててドーンって出られるんですけど、序盤に1回あったようにここがちょっと離れたところからなおかつコントロールしてから行くんで、そうなるとちょっと後ろの選手も出づらいだろうなと。移動中に寄せて、でもボールはここにしかないよって形で出ると、あとは入っていくところに後ろもスライドスライドスライドでおそらく対応はできると思います。でここが、まあ、あくまでこれ僕の推測ですけどね、まあ、ブンデスリーガのクラブなんかだと、まあ、3バックベースで、ゲームに入った時に相手が普通センターでセンターバックでアンカーがいると、まあ、あらかじめこう決めてですね、基準点をもう決めて、そうすると相手はやっぱりプレー始めてもボールが出てくるところは大体見えてきますから、でそこに対して後ろからスペース埋めたところから
まあ、ジャンプしてこうやってエネルギー使って奪いに行くってことはありますけど、であれば僕はもう少しはっきり、まあ、出るとか、もちろん両方出ちゃうと開くのかもしれないんで、出たも早めに出て、出させたところに出て、出させたところにすぐ行けるような体勢が取れればよかったんじゃないかなっていうところを前半の守備では感じました。で、左もありましたし、右も原口と畑中のところで、サイドバックのところに原口で、内側に入ってきた中盤の右サイドバ右のサイドハーフのところに畑中で、ここでワンツーで一回かわされるってところもありました。でここは橋本がよくカバー戻ってくれたんで、そのまま突破されることはなかったんですけど、やっぱり出るってことはスペース空けることになるので、まあ、しっかりタイミングを合わせて、守備のテクニックも必要ですけど、そこにきちんと狙いを持って対応しないと、まあ、ボールは取れないと。そこを、まあ、チャレンジした試合にはなると思うんで、そこで出た課題を次につなげれば良いっていうことを考えると、まあ、ポジティブだとは思いますけども、まあ、中堅ながらちょっとこの話ができなかったんで、取り上げてます。あとはもしくは、まあ、真ん中が同数になってますから、ここの特にこちらのセンターバックは右利きだったんで、左足に置いて左で蹴るっていうのはなかなかできないですから、ドアンの方を外切りにさせて、リバプールじゃないですけど外切りにさせて、そのと内側に仮に入ったとしても、この間に出る準備はできるでしょうから、で後ろが横にずれるとピタッと局面は作れるような感じもしました。ただいずれにせよ、まあ、スタートの位置と角度と距離をもう少し詰めたところから奪いに行くんだったら始めてもよかったんじゃないかなと。 できれば横に1本出させて、出させたところにボールコントロールするまでにやっぱりしっかり寄せて、でこれは僕はどちらでもいいと思いますけど、チームごとに考え変わりますから、しっかりボールが移動中に寄せれば大体出るとこは決まってくるんで、あとは後ろもしっかり横にずれて対応するっていうことができれば、まあ、次にこうもっともっとつながる良い守備になっていくんじゃないかと感じました。守備面でもう一つ、これ後半の守備です。で後半に入ると、おそらく日本はですね、前半は永井がアンカーっていう形でさっき紹介したんですけど、このまま前3枚で寄せたと思います。でも後半の立ち上がりいきなりそれで出て、まあ堂安がしっかりサイドバックでした時に入ったボールを橋本が前でインターセプトするっていう、すごくいい守備を見せましたし、永井も一番前でよりこうスプリントを使って奪いに行くっていうところを後半は行うようになったと思いました。ただそうなるとアンカーのところを消すというか捕まえる人はいなくなるので、まあ、ここを、まあ、今度は背中で消すっていう形になるんでしょうね。そこの立ち方がやっぱりまずは重要にはなると思いますけど、まあ、幸いこのセンターバックの幅の取り方も、まあ、常に均一な感じだったんで、まあ、自分たちでこう少しアコーディオンのに広がりながら、この難関のところにパスを入れられるような角度は、作れているようには見えませんでしたけど、まあ、その中でも日本は、まあ、序盤からそういう意味すごく運動量と、まあ、スプリントを使って奪いに行ってるようには見えました。だからこうなった時にうまくいかなかった現象として、まあ、今度はシャドウのやっぱり外側のサイドバックのところ、ここの外側をこれだとまあ前半の形に近いんですけど、後半は基本的に今永井が一番前になって、そこにシャドウの選手が少し外側に構えるって形になったんですけど、追うんですけどやっぱり一人では追い切れないん でそこからサイドバックにボールが出た時に、もちろんここにウィングバックが出るんですけど、前半の方がもう少し基準点がしっかり自分たちで作れてるんで、確信を持って前に出られてる場面は多かったかなと。そこが少し遅れた時に今度開くのはここでした。アンカーですね。でもちろんこの寄せに対して中盤の選手が一つ前もしくは逆の選手がさあ絞ることになるんでしょうけど、まあ狙うっていうことはできなくはないのかもしれませんけど、まあ、この試合の中ではそういう形での守備はまだ行えてなかったですし、まあ、基本的にこう前に出ていく3枚に対して少しここが空いてしまうと。で前半と守備が
おそらく変えたんじゃないかなと思うんですけど、変えたものに対してこの真ん中の2人は4人このインサイドハーフのところを後ろから眺める感じにはなったんで、ただまあここの追い方が明確に、あ、今だっていうポイントを作れるところまでは個人的に行ってなかったと思うんで、まあここの2人が1つ前まで出られなかったのもまあ仕方ないかなと。でウィングバックを出てくるタイミングはやっぱりコントロールしてから出てくるので、コントロールしてから出た時に早く狙っちゃうとやっぱり真ん中ここインサイドハーフ出ますし、出てくるとこのこっちっていう可能性が出てくるんで、 こういうトラングル作った中でのボールを動かす分については僕はエルサルバドルはまあ悪くないレベルかなとは思ってましたけど、日本はちょっとここが前が逆に長いを筆頭にこう出てったためにまあ開くと、この形で守備するときにどういうふうに守るといいんだろうかっていうのをすごく中継もしながら考えてました。まあ、どちらからプレーがスタートするかにもよるんでしょうけど、まあ、シャドウプラスセンターフォワードで見るのか、ただその時に必ずやっぱここが開くので、本当やっぱり、まあ、誘導した方向に対して、まあ、これは堂安だとして南の長い、まあ、長いはこう内側から寄せるとまあ消えますから、ただその時にやっぱ少し覗かなきゃいけないと思うんで、中盤の底がで堂安、まあ、そうするとある程度局面はまあ作れるのかもしれませんし、だからまあ前半の守備の方がひょっとすると後ろの選手はポジションを捨てて出やすいのかなっていう感じはしましたし、ちょっと前の3枚で追う距離とかまあスプリントが多くなりそうだなっていう、まあ、あとはこう後ろからやっぱり捕まえてくるときにちょっと出方間違えるとやっぱり場合によってはこういうところに蹴られて走られちゃう可能性も出てくるので、やっぱりより高い位置で奪いに行くときはあらかじめ自分たちの形を少し変形させてでも相手に対しては当てはめたところから始めた方がよりこう選択肢を削ることができそうだなっていう感じはしましたし、まあ、結果的に日本はあの途中から4バックにして 4-2-3-1 にして、そうするとまあ久保が基本的に相手のアンカーのところを見ながら、まあ、大迫と一緒にこういう形でプレッシャーかけるんですけど、まあ、この方が僕にやっぱりバランスはよく見えましたがね、まあ、ここをいかに消しながらプレッシャーかけられるかっていうところがテーマにはなるんでしょうけど、まあ、日本はその 4-2-4 気味で、まあゾーン2から3の切れ目あたりからプレッシャーかけるっていうのはワールドカップの時も結構うまくやりましたし、でアジアカップの時もうまくやりましたし、唯一カタールの試合で相手が3バックで入った時に運動量を使って奪いに行った結果空いたところパパンって使われてっていうところは 3-4-2-1 でやられる感じみたいなのはありましたけど、相手が4バックベースだったらまあここを消しながらプレッシャーかけるっていうのはまあできるんじゃないかなっていうところを感じたんで、であれば守備の時は4バックの方が、あの相手が4バックの場合にはもし奪いに行くフェーズだったらあの動きやすいのかなっていう感じは受けました。ただ3バックをやりたかった理由はこの相手だからっていう意味じゃなくて3バックを、まあ、訓練したかったってことだと思うんで、その中で2戦続けてキーパーと最終ラインを、まあ、維持しながらその上に新しい選手も足してやるっていうところで、まあ、土台はしっかり、継続性を出すことで全くの即席チームにならないっていうところを森保監督も考えていろいろ試したと思うので、その中で出た課題についてはしっかりまた次につなげていけばいいと思います。でこれは中継の中ではもちろん、まあ、普段の中継でもそこまで言えることじゃないんでしょうけど、まあ、せっかく代表戦の中継を担当させてもらったん でその結果こんなことを気づきましたっていうのは、まあ、これからコパアメリカの方の、中継も僕担当しますの でプレビューとレビューもやりますしというところでは先に出しといた方がいいかなと。だからコパになったらまあ、チリ、ウルグアイ、まあ、エクアドルもごっついやつら多いですからね、こういう形で自陣で少し待ち構えるっていう守備から入っていく可能性は高いんじゃないかなと、まあ、もしくは奪いに行くんだったら明確にその相手のプレーをスタートするところにある程度人を寄せていった方が、もしくはゾーンでしっかり4バックベースでゾーンで守った方が無駄にこうポジションを動かしたり
まあ、自分のポジションを捨てて出たところにまた後ろが横縦と横のスライドするみたいなところは、まあ、しなくて済むような感じはあるんですけど、まあ、アンダーの世代の方は基本的にこの形で森保監督進めてこられたので、まあ、コパになったらこれでいくんじゃないかなと。まあ、あとは、まあ、チリだったりウルグアイだったり、まあ、ウルグアイも一昔前よりは中盤にベンタンクールとかルカストレラーみたいなクリエイティビティがある選手もやっぱり出てきたんで、まあ、ボールを、まあ、持たせるというか、まあ、持たせることを選択する中でどれだけ奪って出られるかっていうところに、まあ、行くんでしょうけど、今回の、まあ、キリンチャレンジカップの中だとどうしても相手の、まあ、レベルもそうなんでしょうし、かなりオープンな形のゲームになってしまったんで、まあ、その中でももちろん待ち構えたところからカウンターを狙うっていうことはやってもよかったんでしょうけども、まあ、プレーしてる選手たちにとってはどんどんやっぱりボールを奪いに行って、まあ、ゴールを目指したいっていうところはあったと思いますし、まあ、その監督はきちっと、活用する形で2試合戦ったと思うので、まあ、ああいう形の、試合になったのかなという感じはしました。まあ、コパの中で相手を押し込んでどれぐらいポジション取ってっていうゲームになるかわからないですけど、まあ、アジア予選のワールドカップのアジア予選のは間違いなくそういうゲームが増えると思うんで、まあ、この2試合特に押し込んでからの、スペースの作り方ポジションの取り方っていうところは、まあ、一つ久保建英が、良い回答を見せてくれたと個人的には感じていますけども、まあ、そういうものを他の選手とシェアしながらブラッシュアップしてレベルアップして、臨んでもらえたらなと、そういう風に感じています。今回は顔出しなしで、声だけでお届けしましたが、これからまたコパアメリカの方でお世話になるので、ぜひダゾンの方で、ご視聴ください。それでは、また次回よろしくお願いします。